はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきます。さて今回はリマッセ大阪ですね。首位です。勝てるわけがないです。まあ成績としてはご覧の通り11位、入れ替え戦に出るレベルなんですが、さすがに今首位とやっても、ベストメンバーでやっても仕方がありません。そこで、ワーストメンバーで戦います。ワーストメンバーです。というわけで、ユーナとエリカになるし、ヒロオカになるし、カナに、オニマルが真ん中で、カナの、セツコかな、セツコになるし、ミキモトかな、そんなに悪くないんですよね、実は。中盤が最近充実してきてる感じです。ノカ、カリア、サチコを投入。ナーコ、カリ、ハニューダを投入と。いや、サヨを投入かな。このメンバーでやってみましょう。原を、マークします。さあ何点取られるかな。もう圧倒的に勝率を負けてますよね。まあ相手がホームだっていうこともあってもそんなこと関係なく大差をつけられております。自分でもこれリマッセ大阪に、投票するわ。そんだけ気楽です。何点と取られるかな。まあ逆に言ったらこのメンバーで海が頑張れば面白いなと思いますけどね。ただ前線も結構エリカとかも結構頑張ってはいるんですよね。オフサイドか。最近点取れるようにはなってきてるんですよね。チャンスがあれば。まあ、キックの正確性っていうのは結構、フォワードは問われるわけで。ファールか。言うな、いい、まず、選手ではならず。うまいですよね。オフサイドか。蹴っちゃいましたね。正面でした。ノーホイッスルだ。さーっと来たよ。先取点取られました。さすがに手ごわい。確かにそうですよね。ファールか。おっと、ここでイエローカードだ。簡単に取られてしまいましたね。お、ミッチェル、早い。バーに救われました。が、マーレーが、2点目。
ったんですが、幸子はマーレイ取られてしまいました。マーレイの独壇場。ディフェンダーか。ニッチェはもう早いですよね、プレッシャーが。まだですね、スタミナは。と、北原。ミッシェルが待っていた。まだまだ未熟だ。やっぱりダメか。こぼれ球をきっちり取っていきます。ノーホイッスル。おっと、思い切り前へ取ったが、それはインターセプトされます。さあ、これでもう終わりかな。うん、前半終了ですね。サツケがちょっと疲れてきてるな。ミオに変えましょう。この程度で、後半いきます。さあ、出すのが精一杯っていうところです。さあ、ここは選手変えていきましょう。うん、ゼロになってますね。モエとミホを投入です。答えは使い切りました。やっぱりスタミナの差で結構発揮しますよね。モースは精一杯。まだまだピンチは続く。うまい流し方。オフサイドか。おっと、1対1になって4点目。うん、取られちゃいますね、簡単に。揺さぶりをかけてきます。マーレ、ダーリオはこれは防いだ。サヨ、おっと、エリカ、さて、あーっと、簡単に止めていく。判断がいいです。マナミを抜いて、しかし包みが、おーっと、次々と来る波状攻撃。キーパー止めて頑張るんですが、及ばず。
試合終了です。さあもう先制の場面からですね。揺さぶりをかけられます。このパスもうまいんですね。すぐシュートを打つし、さらにニオヤが待っているという、うまくパンチングしても、タッシュキックの正確性があんまり良くないとこういうことになる。第一になってこれ決められました。5点目堤が、そしてもう堀が待っている。この二段攻撃ですよね。結構このゲームはこぼれ球をとなるとキーパーの体勢が崩れてんで、シュートすると点が入りやすいとも言えます。21本も打ってんだ。うち枠内シュートが10本、壮絶だわこの試合。さあこれ最下位転落です。勝ち点は変わらないんですが、得失点差がね、この試合で一気にマイナス5点なんで、マイナス9点にトータルになってしまいました。おっと、シーツがまだ変わってない。さあ今度は佐世保ドックス、これは何としても取りたいというわけで、今回はこの試合はベストメンバーで戦っていきたいと思います。ちなみに佐世保ドックスの能力はご覧のとおり S が少ないですね。 A はあるものの C や B が多い。まあ一度 N2 に落ちて2位で、上がってます。そういうチームです。ちなみにシュートは誰が一番決めてんでしょうね。くるみが3本か。緑エリカが続く。まどかですか。はい、見事な大敗を記録いたしました。まあ、分かってて入ったんですが、まあ、ワーストメンバーにして、爽快な負け方、逆にトップは、力を温存できたので、次の、この佐世保ドッグ戦は、勝てるんじゃないかなと思っております。
はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。